ホールチェック、何するの。パチンコの日本酒にが世界周回した私、今度春菜がパチンコの楽しさと勝ち方をお伝えするチャンネルです。はい、どうもー、今度春菜でございます。はい、というわけでですね、今日はホールチェック何するのというテーマでお話ししていきたいと思います。はい、以前私がパチンコのお店、どういうお店に行けばいいのという動画を出しました。はい、この動画ね、かなりパチンコを勝っていく上で重要な話をしていますので、まだご覧になってない方はぜひご覧になってください。はい、でその上でどういうお店に行けばいいのっていうのが分かった上で、当然なんですけどホールチェックをして、それを見極めていかないといけないんですね。はい、でホールチェックで何を見て見極めるのか、はい、またねホールチェックする目的っていうのも今日お話しさせていただきたいと思うので、ぜひ取り入れていただけたらと思います。はい、以前の動画でも私ご説明したのですが、私約1年2ヶ月のパチンコの旅打ちをしてました。はい、1年2ヶ月で1年2ヶ月で1カ国で18都道府県に行きましたね。18都道府県に行って16都道府県でパチンコを打ちました。はい、で数は数えてないですけど、まあ、200店舗少なくても200店舗以上のお店は行ったと思います。行って、まあ、ここで打つ打たないとか決めたんですけど、まあ、それはホールチェックをして当然決めていたわけですね。はい、で、まあ、どういう風にチェックしてじゃあ行くのか、あ、そこで打つのか打たないのかと決めていった、具体的に話をしていきたいと思いますので、最後までぜひご覧ください。はい、というわけでですね、まずは大前提のお話をさせていただきたいと思います。はい、大前提何かと言いますと、ネットに載ってるパチンコ出る出ないの情報なんか何の役にも立ちません。クソの役にも立ちませんっていうことです。はい、もう未だにポケベル持ってるぐらい役に立ちません。はい、これなぜかというお話をさせていただきたいんですけど、まずスロットだったらね、スロットだったらツイッターのさらし屋さんね、はい、さらし屋さんがいつどんくらい出ましたよ、今こんくらい出てます、何日の予想はここが出るでしょう、20丸です、花丸です、こっち行った方がいいですとか載ってたりとか、ミンレポって言ってね、はい、何枚ぐらい出ましたよ、この日は何枚ぐらい、3枚ぐらい出まして、台はこ平均これぐらいです、台はこれぐらい出ましたよっていうのは当てになると思うんですけど、パチンコにおいてはね、まあ、まずそもそもあまり情報発信がされてない。はい、まあ、されていないしですね、いないし、なんですかね、パチンコは国の調整が悪かったとしても爆発してたくさん出てしまうことも往々にしてあるんですよね。はい、だからパチンコにおいては、まあ、ネットの情報なんか役に立ちません。それだけじゃないし、例えば現地でたくさん使ってるプロがあるお店、はい、そのプロの人がここの店はいつも回ってすごいいい有料店なんですよなんて正直に書くと思いますか。はい、書くわけないですよね。はい、むしろ使える店を、ここのお店はひどいお店です、絶対行かない方がいいです、はい、全然回りませんみたいな書くのは普通の人間ですよ。はい、普通の人間はね、そうしますよ。はい、逆にまあね、もう絶対使えない店だったら、あ、めちゃくちゃいいです、ここは行った方がいいですよって書くかもしれないですけど、はい、ね、だからネットの情報なんてもうクソの役にも立たないんですよ。はい、だからもう基本的には自分の足で行って、自分の目で見て、自分の頭で考えないといけません。はい、よろしいでしょうか。はい、なのでね、まあ自分の目で見るか、あとはもう知り合いのね、本当に
この人はうまいんだなと、パチンコうまいんだなとはっきり分かる知り合いが教えてくれる情報、はい、それは2つしかないと思いますね。はい、まあ、余談なんですけど、まあ、僕も全国旅してて、まあ、ツイッター始めてですね、更新したらですね、親切な方がね、まあ、教えてくれるんですよね、ここの店いいですよと結構教えてくれるんですけど、まあ、気持ちはめちゃくちゃありがたいんですけど、もう半分以上正直役立たなかったですね。はい、ここの店行った方がいいですよ、いつもなんかこの人はすごい出してるんですよねとか、すごい抽象的なアドバイスをいただくんですけど、ちょっと抽象すぎてちょっとそれじゃ行く気にならないですね。はいはい、まあ、たまにもうガチそうな人が、この店の 何日は北斗層が何回回ってラウンドベースどれくらいの球が取れてちょたま再プレーもできるお店なんです、はい、だからここは空子さん行った方がいいと思いますよみたいなね、具体的なアドバイスをいただける方だったら ありがとうございますっていう感じで行ったりもするんですけど、はい、まあ、基本的には自分の足で行って、自分の目で見て、頭で考えて、はい、それを大事にして行っていただきたいということです。はい、大前提が長くなりましたね。はい、続きまして、ホールチェックの目的、はい、これをお話ししていきたいと思います。はい、ホールチェックの目的何だと思いますか皆さん。2つあります、2つお話ししていきますね。まず1つ目ね、行ったついでに利益取れる台を打つっていうのが1つ目的であります。はい、せっかく行くのですから、まあ、時間を使って行ってるわけですから、はい、チェックしてほしいんですよね。僕が旅してる時はまだなかったんですけど、今だったらやっぱりニュータイムのチェックですよね。はい、ニュータイムでもうほぼかなり、まあ 100% じゃないですけど、かなりの期待値高い台に取れる台が落ちてるってこともありますよね。はい、僕の時はまあね、ニュータイムなかったので、ね、右打ちランプか潜伏確変をチェックしに行くわけです、ついでにね。はい、でスロットやってる方だったら、まあ、ゾーン狙いとか天井近い台を狙って打つと、はい、そういうことですね。まあ、僕相当知識あんまりないんで分かるんですけど、はい、こうついでに見てください。はい、で2個目、まあ、2個目こっちが大事ですね。はい、こっち、還元する可能性のある店かチェックをしに行くということなんですよ。はい、で還元する可能性のある店がチェックするっていうのが、ネットで分かることとネットで分からないことがあるんですよね。はい、この2つを分けて今日はお話ししていきたいと思います。はい、まずネットで分かること、はい、というわけでネットで分かること、はい、これお話ししていきますね。はい、まず入ってる台数ね、はい、どんくらい入ってる台数があるのか、はい、まあ、僕も最近よくお話してますけど、やっぱり今はね、台数入ってるお店の方が有利ですよ。はい、入ってる台数がどのくらいあるかっていうのを見てください。はい、続きまして入ってる機種、はい、どういう機種をメイン機種において、まあ、たくさんあるったりね、はい、してやってるお店なのかなっていうのを、まあ、チェックしてくださいね。はい、4パチと1パチの割合、はい、まあ当然ね、4パチが多い方がいいわけですよ。はい、私は1パチ専門のプロレスなんて人いませんよね。はい、まあ見たらある意味その歴史ですからね、はあ、すごいですよ、はあ、ある意味それはもうね、新しいジャンルなのでね、はい、極めていただきたいと思うんですけど、はあ、まあ、基本的には4パチが多い方がいいと、そういうわけですね。はい、続きまして使える機種があるのかどうか、はい、これもネットで分かりますよね。はい、ネットで5人台が入ってるの、たまに今違う層にあることあるんですけどね。はい、例えば僕が旅打ちしてるだけだったら、よく使ったのが地中海、北斗武装のアマデジ、リングのアマデジ、はい、富裕空のアマデジ、はい、もうこれだけでね、もう正直ね、もうね、釘もあんまり悪くても勝負できちゃうみたいなところあったんでね、はい、まあ、たくさんいつ強いなんてね、もう僕なんか分かんないんですから、初めて行くチームに行ってね。やっぱこの機種が入ってることがあったら、おこの店はワンチャンいけるぜみたいなね、はい、感じになったわけですよ。はい、なので使える機種がどうなのかっていうのも調べておいてくださいね。はい、あとは交換率ですね。はい、まあお店の名前入れて交換率っていうことを入れればね、交換率、まあ
こう言っちゃいけないんですけど、換金はできないんで換金率って本当言っちゃいけないんですけど、まあ一応換金率とかね調べれば出るわけですよ。はい、で調べておいてくださいね。はい、ただこれもね結構まあそこまでやる必要ないかなと思うんですけど、違うネットに書いてある交換率いざ交換したら違いましたよっていうことはありました。1年2ヶ月で2、3回はあったんじゃないかなと思います。だからまあね、ちゃんと細かくチェックしたい人はお店行って、この金は何玉まで交換できますかみたいなこと聞いてチェックした方がいいんですけど、まあ、そこまでやるかっていう問題はありますけどね。はい、ここチェックしておいてください。はい、でこれもネットで分かるか分かんないか分かんないんで、分かんなかったら現地に行って調べてほしいんですけど、再プレイですね、再プレイできるのかできないのか、何玉までできるのか、無制限でできるのかっていうのを確認しておきます。はい、で共有できるのかできないのか、僕は西村さんと旅行途中から行ったので共有できた方がいいので、はい、チェックしました。はい、持ち玉移動できるのかできないのか、今はほとんどの店持ち玉移動できますけど、まあ、周りにできない店もありましたね。はい、こうやって香川県で結構使える店行ったんですけど、そこは、共有ができ、持ち玉移動ができなかった店があります。まだにあることはあります。はい、チェックしておいてください。はい、で特定日、これもネットで調べればほぼ出てくるでしょう。はい、お店イベントとか打てばね出てくるわけですよ。はい、それを必ずチェックしておいてください。はい、よろしいでしょうか。はい、続きまして、じゃあね、ここ大事ですね。ホールチェック、いざお店に行ってネットでわからないこと調べてほしいことです。はい、ご説明していきます。はい、続きましてね、ネットでわからないことチェックしてほしいことですね。はい、まあ当然ですね、これまず大事ですよ。はい、綺麗な店員さんがいるのか、これまあチェックしなきゃいけないもんですよね。もう、はい、もうね、あのね、新宿住んでる方は分かると思いますよ。視聴者さんで新宿住んでる方いらっしゃいますか、東京のね。はい、一店舗ね、もう店員さんめちゃくちゃ可愛い人ばっかり集まってるお店があるんですよね。はい、絶対顔採用してるだろうというお店が新宿にあるんですよ。はい、僕そこ通い詰めてました。まあ実際使えるんですけど、はいはいね、はい、もうチェックしておいてくださいね。はい、大事ですよ。はい、続きましてね、はい、クリアアイテム財産、まあ、ここですよね。まあこのテーマの時点でこれだろっていう、もう答え皆さんね想像してると思うんですけど、これですよ。これ、釘空いてる台があるのかないのか、これをチェックしに行くわけですよ。はい、現地の自分の目で見てですねチェックするんですよ。はい、続きまして、釘の癖をチェックしてください。はい、まあ、某最大手の特徴といえば、ご存知の方も多いでしょう。はい、いいですか、よりを潰してへそを開けるんですよ。はい、特徴、もう全国的にそうでしょう。より特に鎧ね、北斗武装とか見ればもうすっごい分かりやすい。はい、鎧を殺してへそは開いてるけど、鎧で殺してへそに向かってないっていう調整をしてるんですよね。はい、それをお店の特徴の釘をチェックしておきます。はい、この店をあー手玉削ってるなとか、はい、へそを大きく見せてるんだなとか、映像は大きくないけど他の釘がいいんだなとか、はい、そういうチェックをしておいてください。はい、よろしいでしょうか。はい、続きまして、まあこれ1日は結果わかんないですけど、通常日特定日の違いをチェックしてくださいね。はい、通常日に釘を見て、はい、じゃあ特定日にも行って、はい、どれくらいの違いがあるのかと、はい、そういうのチェックしてください。はい、まあ、メリハリあった方がいいですからね。はい、はい、はい、続きまして、まあ、U タイムに移りますけど、 U タイムをラムクリしてるかしないしてないか、はい、まあね、もう動画で僕 U タイムの結構最近、まあ、結構かなり上げてるので、もうそれ見てくださると分かると思うんですけど、 U タイムラムクリしてるかしてないかチェックですね。はい、でデータランプを見て前日のハマりが分かるのか分からないのか、はい、これをチェックしてください。はい、で続きまして、プロがいるのかいないのかチェックしてくださいね。はい、
まあ普通に稼働する上でプロが選んだ店ってことは回る台があるということなので、プロが全くいないよりはいた方がいいんですよね。はい、まあ優待名を選んだったらいた方がいいでしょうけどね。はい、まあ普通にボーダーの立ち回りだったらプロが選んだ店なるべく行った方がいいので、いるかいないかチェックしてください。はい、まあそのうちプロの見極め方みたいな動画も出しましょうかね。もう一瞬で分かります。一瞬で会えないか。はい、でも大体も分かるんでね、プロがどうかっていうのはね。はい、はい、続きまして客付き。はい、まあこれも5、6割ぐらいがいいと思いますからね。あ、全くのガラッガラだったらお店も還元する余裕がないです、基本的にはね。まれにもう煮なさすぎて還元しようと思ってもうガバンと開けてることもありますけど、そんなことはまれです。はい、なので今客付きを見ると、これ現地行かないと分からないんですね。はい、以上でございます。ホールチェックで何をするか今日はお話ししました。これそうですね、これ今日お話ししたことかなり大事なので、僕がコメントに書いておきたいと思います。はい、なのでそれを皆さんコピペしていただいてね、ホールチェック何するのかと、でもね、コピペしていただいて一個ずつもチェックしていけばいいよと、はい、そういう状態にしていただければいいと思います。はい、というわけで今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。